ドン。Hey guys, my name is Asamon Nehidumich. 改めまして、星がすぐ死ぬ男、Asamonです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を出しておりますので、もしよろしければ、高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、コミさんはコミュ障です。第8話、お盆です。ほっかです。あ、なんだろうな。まだ夏休みだしな。楽しみに今回も見ていきたいと思います。ということで、前回のおさらい第7話、プールに行きました。で、みんな古見さんのことが大好きなんだなっていう、わかるお話でした。なのでね、まあ今回は家族の話っぽいなと思うんで、まあ楽しみに見ていきたいと思います。もしこの動画が良かったら、高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そして、ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。よろしくお願いします。なんだろうかね。さてさて。弟がまだ、そんなちゃんとは出てないと思うから、弟、はっきり分かればいいな、っていうのはちょっとあるな。寒いので暖房を入れたまんまです。うるさいのはいつも通りなんで、ちょっとね、ご了承ください。それでは、Netflix で再生していきます。3、2、1、スタート。ちょっとずれた。8時じゃん、3時弟くん、ちょっと、へえ、そうなんだ。弟くんだけ顔わかんないんだ。赤石が動いてるやねんか。いけませんか。ご先祖様もびっくりよな。え、お前喋っとったんみたいな。ててめちゃくちゃいいよな、このオープニング。気の利いたことは言えないけど、猫に会いに行きませんか。本編開始。古見結衣子、やめろよ、そんなことできるわけないだろ。おば涼子、おじ定義、
仲良し。あら、消えてしまった。誰だろう、誰かな、声優さん。もう懐いた。トイレ。二人で人生ゲームってすごくない？とんでもねえ人生ゲームやってんだ。兄ちゃん夏風邪です。済まされるのかわいそうすぎる。誰とお祭り行くんかい。ああ、誰もいない。あら、これは綺麗ね。あら、忘れちゃったか。携帯は？お前はジンベイか。
ハウズ&ブッキング。コンビニ横の爆弾。サウザンドブッキングって何？楽しみなのか。ただのくんって言おうとしたのかな。隣を歩け隣を。アンドロ。怖えよ。構えがすごそう。あら。射的4番勝結局ね。やったことねえんだよなこれ。あ、すごっ。おい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 、傾きってそんな難しい？この後めちゃくちゃセックスしたみたいな言い方しやがって。あ、全然待ってない。
当に当たんのかよこれ。めっちゃ顔に出るやん。絶対入ってねえよ。絶対入ってねえよ。おばば。やっぱジョジョだよね。ジョジョじゃん。明日のジョーやん。コミさんすげえ。おい、やめろ。やめろ。よくやった。よくやった。やめろよ、マジで。私のフランクフルトじゃねえ。あ、やばい、迷子だ。やめろよ。ホワイトチョコバナナ。あ、やばい。夏休み最終日だ。汚いとこだけど。顔出てる。ただの瞳。めっちゃええ子やん。なじみくん。
夏休みあるある。面白くないよ。嫌いじゃない。本当に見とるやん。声かけてみる。かわいい。マジか、もう終わり？早いって。ちょっと後でコミケ実家のキャスト確認しよう。妹ちゃんと只野くんはこれ見てたんだね。エンディングでしょ、あれ流れてたの、テレビのやつ。ここのシーンで、うわー、夏休み終わるよ。次回は2学期のお話か。
ちょっとコミケ実家のキャストだけ確認。おい、おい、え、小宮明って誰だったの？おばあちゃんだっけ？お母さん、お父さん、弟、違う、明ってあれか、いとこか。すげえアニメだな。夏祭りもね、楽しかったね、コミさん。終わらないでほしいよね。いやー、今回も面白かったよ。よかった、よかった。楽しかった。よかった。いいね。なんだろうな、ただの君の家で集まって、あの馴染みが喋ってる時に顔が映らないで、なんかそういえばプール行ったよねとか、なんとかやったよねとかで、ただの君も、あ、僕小見さん図書館で 見ましたよっていう、あそこのシーン良かったな。あそこ好きだったわ。よかった。ということでね、もしこの動画が良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。で、ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。概要欄の方にももろもろ貼ってあるので、そちらのチェックもよろしくお願いします。はい、ということで、コミさんはコミュ障です。第8話、お盆です。でした。ありがとうございました。